こんにちは、ウェブライターの佐藤誠一です。今日の動画では、ウェブライターさん向けに1日1万文字を書く方法について解説をしていきます。この動画の信憑性であり、まあ僕のプロフィールなんですけど、フリーランスのウェブライターをやっております。ウェブライター歴は7年くらいで、年収は750万円ぐらい、1日8000文字から1万文字くらいを大体いい書いて、 いますでえー、と詳しく内訳を言うと,、えー、と1記事あたりの文字数はまあ平均的なは大体いい3,000から4,000文字ぐらいが多くて1日3記事書いてるってまあそんな感じで大体いい8,000から1万文字ぐらいを毎日書いてるっていうような感じです、ね。まああ正確に言うとあの あの、時々あの、半休って言って1日1記事しか書かない日も取ってるんですけど、まああの、普通の日は一応1万文字ぐらい書いてるっていう感じですね。えー、そんな僕が解説しますんで、まあそれなりに信憑性があるんじゃないかなと思います。で、まずちょっとスケジュールからちょっと解説をしていこうかなと思うんですけど、僕はあの、 えっと要は本業のウェブライターなので、あの丸一日そのウェブライティングに当てることができるっていうのがあるんですけど、あの副業でやってらっしゃる方で、今これご覧になっている方はですね、休日の過ごし方の参考としてご参考にしていただければいいかなと思います。えっと、まあ、休日っていうのはその、お勤めの仕事が休日の日ってことですね。はい。で、一日のスケジュールはこんな感じです。まあ、朝7時起きて、7時半ぐらいから1記事目を書き始めて、 だいたい3時間ぐらいですかね。3時間ぐらいで1記事目が終了すると。だから午前中に1記事終わるという感じですね。で、2記事目に手をかけたところで1回朝食をとって、11時ぐらいから2記事目のスタート、書き始めて、まあ、2記事目がだいたい終了するのがだいたい2時半ぐらいかなと。で、3記事目に手をかけてから、えっ、ー、と、ちょっと買い物に出かけます。まあ、これは、 あの、気分転換っていうのもあるんですけど。で、3時からですね、15時から3記事目書き始めて、だいたい6時ぐらいですね、18時ぐらいに3記事目終了。これでだいたい1万文字ぐらいを書いてるっていう、まあ、そんな感じですね。で、こういうふうに、えー、こういうふうにその、まあ、1万文字書くためのコツなんですけど、この5つですね、まず1つ目、ライバルサイトリサーチは不可を用しないこと、えー。2つ目、キーワードリサーチから記事設計に時間をかけること。えー、3つ目、主張理由具体例の理由だけメモしておくこと。 4つ目、関連キーワードを入れるのは後でもいい。5つ目、中途半端なところで休憩に入る。この5つをやることによって、1日1万文字書くことができていますので、ちょっと深掘りをして、1つずつですね、解説をしていきます。まず1つ目ですね、ライバルサイトリサーチは深追いをしないということなんですが、調べるのはこの2つだけですね、想定読者と想定読者が知りたいこと、この2点だけをライバルサイトから、 と抽出していくっていくう感じです結構よくある、あのー、ライバルサイトで、ライバルサイトリサ,ーチリサーチでかなり時間がかかってしまうケースとして、ライバルサイトを一時一句読んでいったり、ライバルサイトに書いてあることを、あの、網羅しようとするとか、あのー、忠実に真似しようとする。例えば、見出しの内容と、見出しの、 何て言うんですか内容みたいなこととかを、あの、忠実に真似して網羅しようとするってやると、ライバルサイトリサーチだけで一日終わってしまうっていう感じになるので、あまり深追いしないというのが、 コツです。で、ライバルサイト深追いして、ライバルサイトに似た記事ができてしまうっていうデメリットがあって、記事の独自性が下がって、えー、しまいます。記事の独自性が下がるということは、イコール SEO で上位に来ない可能性も出てきますんで、ここっていうのはあんまり深追いすると時間もかかるし、上位も取れないみたいな感じで、あの、なんていうんですか、二つもデメリットができてしまうんで、あんまりお勧めはしていません。まあ多分人によってやり方があると思うんですけど、僕はそう思うという感じですね。はい。で、ライバルサイトの網羅ではなく、想定読者の知りたいことだけを っていうののがライティングのコツとな,っておりますなんか事例があった方がいいかなと思うんで、先日僕が書いた記事なんですけど、これはですね、転職、気をつけることというキーワードを狙って書いた記事です。9月21日ですから、10日ぐらい前でしょうかね、に書いた記事なんですけれども。 えー、こちらですね、実際どういうふうにやってたかっていうのをちょっとお見せしていこうかなと思います。えー、こちら、今出ているこの、えー、これが Google の転職気をつけることのまず検索結果ですね。で、こちらにありますのが僕の、えっ、ー、と、ライティングで使っている、まあ、いわゆるマスターシートというふうに言っているもの、えー、なんですが、ちょっと画面見にくかったら申し訳ないですね。えっ、ー、と、まずやっていくことっていうのは、じゃあキーワードこの転職気をつけることっていうので、えっ、ー、と、じゃあ記事を書こうと思ったらですね、いいよいしょ。 思ったら、まあ、こう検索するじゃないですか。で、1位から、えっ、ー、と、10位までをライバルサイトリサーチしていくんですけど、その時に見るポイントっていうのが、一応さっき言った通りで、想定読者と想定読者が知りたいことっていうのを抽出していけば OK という感じです。例えば1位の記事であれば、これを見ていくと、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、まあ、転職活動を始めるにあたって注意すべきことはあるとか、後から知らなかった、えー、などは避けたいみたいなことが書いてありますんで、ここで言うライバル、えっ、ーと,えー、と、想定読者、 っていうのは誰かというと、このまあ僕のこのシートで言うとライバルサイトのペルソナという部分に。 え、当たるんですけど、転職を考えてるけど不安な人ってことですね。まあ、転職気をつけることって調べてる時点で、まあ、あの、失敗が怖くて不安だからっていうことですよね。だから転職考えてるけど不安な人っていうのがペルソナになります。だから想定読者っていうのは、ま、それで OK ですね。まあ、ちょっとあの、本当は10位まで見ていくんですけど、全部やるとちょっと時間かかっちゃうんで割愛しますけれども、そういう風にしてペルソナ、想定読者を決めていきます。で、一応ま、僕の場合は実在する人物の中からですね、えっ、ー、と、誰か一人特定した方がぶっちゃけ記事早く書けるっていうのがあるので、 えっと、ペルソナ想定読者っていうのは架空の人物よりは実在する人物の方がいいかなと思います。この記事の場合ですと、えー、と32歳の頃の僕ですね、えー、というのをイメージしてちょっと書くことにしたということです。で、これで想定読者決定ですね。で、想定読者が次ですね、想定読者が、えー、と知りたいことは何かっていうことを今度は調べていくんですけれども、えー、またライバルサイトをちょっと見ていきますね。はい、この画面の右側の方です。で転職で失敗しないための11の注意点っていう、ああ、なるほど、失敗しない方法が、えー、知りたいというか、まあ、気をつける。 キーワードが転職気をつけることなので、まあ転職で気をつけることを多分知りたいんだろうなということがこの時点で分かりますよね。まあ一応ざーっと見るんですけど、まあ一応ざーっと見つつ、まあライバルサイト見てですね、想定読者が何知りたいのかなということをざっくりと抽出していくという感じですね。はい。 で、えっ、ー、と、それ1ペぺ一位の見たら今度二位の記事ですね。こうやって見ていく。しておきたい転職数が気をつける注意点とはという、これ気をつけるべき注意点ですね。やっぱり気をつけることは何なのかということを、転職で気をつけることを知りたいっていうのが、まあ、想定読者が知りたいことだなということがわかりますよね。はい、ここまでですね。はい。で、三位も見ていきましょう。えっ、ー、と、 これはまとめ記事ですから、これは飛ばします。記事じゃないので飛ばします。で、4つ目、リコナビネクストさんの記事ですね。転職する時の注意点まとめ。で、まあ、見出し見ると楽ですよね。まあ、注意したいポイント、書類作成で注意したいポイント。まあ、要はそ、そうし、じて転職で気をつけることが知りたいっていうことがわ、えー、かりますよね。はい。 まあ、みたいな感じで、あの、ライバルサイトリサーチを行っていくんですけど、その結果、ライバル、えっ、ー、と、想定読者が知りたいことは何かというと、転職で気をつけることを知りたい。まあ、これシンプルですね。まあ、キーワードからもわかりますけど、それが知りたいんだろうということがわかりますんで、これだけ決めれば OK ということです。今ちょっと負担で、下にこの2つが表示されてますけど、この段階ではこれはなくて結構ですね。はい。という感じでやれば、一応これでライバルサイトリサーチ不可をしないで、想定読者と想定読者が知りたいこと、 ですね。これだけを1位から10位のサイトを見て抽出していくという感じで行っていきます。慣れてないと多分30分。 えー、ってか、45分ぐらいかなかかるんじゃないかなと思う。下手すると1時間ぐらいかかるかもしれないんですけど、慣れると30分ぐらいで終わるようになりますので、えー、これですね、ちょっとま、早く書き、書くコツですね。ライバルサイトリサーチというのは、やろうと思ったらキリがないぐらいリサーチできてしまうというのがあるんですけれども、あの、そこまでやらなくてもけん、ちゃんと検索上位取れるっていうことがありますので、あの、この辺は、ま、深追いし、深追いをしないということがポイントだったりします。じゃあ、2つ目に行きましょう。キーワードリサーチから記事世間に時間をかけるように、えー、しましょう。キーワードリサーチというのは何かというと、今ちょっとやっちゃってますけど、 この、今回の例であれば、転職気をつけることっていうのが、まあ、キーワードなんですけど、えっと、これをですね、えっと、キーワードツールを使って、えっと、リサーチをかけていきます。キーワードツールっていうのは、あの、いわゆる、その、なんだっけ、キーワードプランナーであったりとか、えっと、リレーテッドキーワードであったりとか、グッドキーワードであったりとか、ウーバーサゼストであったりとか、その辺でキーワードのリサーチですね。要は関連キーワードと言われるものを調べていくっていう感じになります。 僕が気に入ってるのは Uber Suggest なんで Uber Suggest を使ってるんですけど、えー、このキーワードで出てきた関連キーワードはこのあたりですね。転職面接気をつけること、転職気をつけること、保険ですね。このあたりが出てきましたんで、一応まあこれを、あの、まあ、キーワードのリサーチですね。関連キーワードのリサーチをまずは、えー、行っておきます。で、それからライバルサイトリサーチですね。まあ、さっきお見せした。 ものですねこれを行うというのがライバルサイトリサーチ。それから最後、記事設計を行います。キーワードリサーチとライバルサイトリサーチの結果から記事設計を行っていくという感じなんですけれども、記事設計のコツっていうのはですね、ちょっと大きくしますね。記事設計のコツっていうのはどういう感じかっていうと、まずやるべきことというのは、まあ、僕正直、あの学さんの、あの有名なブロガーの学さんの、えー、とライティングをかなりあの参考にさせていただいた なので、まあ、詳しくは学ぶさん見てくださいっていう方が本当は分かりやすいしいいと思うんですけど、まあ、一応せっかくの動画なんで喋りますけど、一応まあさっきやったこのライバルサイトリサーチの結果、読者が知りたいこと、これは転職気をつけることを知りたいっていうことですね。これを知りたいんだなということが分かりましたで。一応なんでこんな転職気をつけることなんて検索したのかっていうことの背景ですね。検索をした理由を一応探っておきます。まあ、転職に失敗したくないからですよね。はい。で、えっ、ー、と、で、まあこ、 ここはまあ他の動画でも言ってるんですけど、まあ一応詳細なペルソナを設定していきます。というかまあ僕と、過去の僕ですね、32歳の僕の詳細をまあ一応思い出してちょっと書いておいて、で、あとは欲求なんかをまとめていって、本音と建前とかもあれば一応まとめていって、まあやるべきことはここですね。想定読者が抱えている悩みを文章化するということですね。転職で気をつけることを知りたいな。えー、今の仕事は限界だから転職したいけど失敗したくない。もし失敗したらどうしよう。こうすればよかったみたいに後悔したくないなっていうふうな 文章をままず、えー、書いておきますこれはもう本当、過去の僕の言葉そのままなんですけど、で、その次ですね、えーとどう、この記事を読むことで得られる結果を書いておきましょう。転職で気をつけることがわかる。万が一転職に失敗した時の対処法がわかる。人生の遠回り感の解消法がわかる。この3つですね、こういう風にして、大きく分けると3部構成の記事にしようかなということですね。で、この辺の作り方ですね、これが転職で気をつけることがわかるっていうのが、読者がまず最初に知りたいことですね。転職気をつけることで調べてきて、一番最初に知りたいこと、 とあのまさにこれなんですけどこれを知った次に知りたいことは何かっていうとですね、まあ、これもちょっとライバルサイトを見たら出てきてたんで、一応ちょっと、あこれいいなと思ったんですけど、もし失敗しちゃった場合どうしたらいいかっていうのが分かってると安心して一歩前に出れるじゃないですか。だからこの辺を書いといてあ、えー、げるということですね。はい。それから、えー、と人生の遠回り感の解消法がわかるということですね。えっ、ー、と。 あ、そうですね。あの転職をする。 っていうのは、まあ、1回目だろうが2回目だろうがですね、あの、なんか、あ失敗したなっていう感じっていうのがやっぱりあったりするんですよね。僕もそうだったんですけど、あこの仕事じゃなかったなとか、この会社じゃなかったなみたいな感じのがあったりするんですけれども、あの、なんていうのかな、結構意外とあったりするのが、新卒で就職した会社にずっと勤めてる人間をなんか、あの、羨ましく思ったりすることもあるんですよ。あの、なんか俺の人生遠回り感ある、遠回りしてる感じするよなみたいな感じがあるっていうのがあるんですけど、まあ、それは過去の僕が思ったんで、それを記事化してるんですけれども、 そこの解消法なんかもわかるっていうふうにやると、あの、こういうふうに、こう、なんていうんですか、えっ、ー、と、知りたいことを深掘りしていける。えっ、ー、と、真相心理ではこんなこと、転職気をつけることっていうのは、キーワードとしてなんで検索してきたかっていうと、さっき言った通りで、えっ、ー、と、どこだっけ、転職に失敗したくないからっていうふうに、これが、このキーワードを検索した理由ですよね。で、なんで失敗したくないのかっていうと、もう失敗したくないっていう言葉が、ここには、 隠れてるかなと思っていて、人生に失敗したくないとか、もう遠回りをしたくないっていうことですね。だから、その、自分の人生がちょっと遠回り感を感じてたりするんで、そこの解消法なんかも答えてあげると、ここまで答えてくれるのかっていう感じの記事になって、結構読んでくれて、滞在時間が長くなって、SEO で検索上に行く可能性が高くなるっていうことですね。まあもちろん絶対ってことはないんですけど、えっ、ー、と、可能性は高くなると思います。それから結果、えっ、ー、と、だ、じゃなくて、記事の信憑性ですね。この記事は信用できるのかっていうことを書かないといけない。信用の担保をしないといけないんで、これはまあ僕のプロフィール。 え、とかですね。あとは、転職に、えっ、ー、と、結構失敗してきた僕が転職で気をつけることを記事にしました。要は、失敗者が語るっていう、失敗した人が語るっていうのは結構真実味が、えー、あったりするじゃないですか。で、まあ、最終的に今はうまくいきましたっていうふうにやると、失敗を結もやって、最終的に転職に成功した人との話っていうんだったら信憑性がありますよね。だからこれだったら、この記事読んでみようかなと思ってくれると思うんで、この次の下ですね。えっ、ー、と、本文の方も読んでくれるかな。これまだ導入部分なんですけれども、読んでくれるかなと思いますんで、こういうのも書いておくっていう感じです。これまだ記事世間の段階ですね。はい。 で記事設計の、えー、と主たるところというのは、まあえーと、知ってる人は知ってるかなと思うんですけど、H の2とか H の3とか H の4ですね。見出しをざっくりと決めていくっていうのがまず最初にやるあの記事設計かなというふうに、えー、思っています。H の2、3、4が分からないという方はググっていただければ分かるかなと思います。あの見出しのことです。目次のことですね。はい。 まず最初に何かというと、失敗経験者が語る転職で気をつけること5選という感じで、まず読者が一番最初に知りたいことっていうのを H の2で設定してあげると。えっと、で、まあ5000ってあるんで、一応メモ程度に、まあこんな感じかなって先に、とりあえずペッと書いとくっていう感じですね。はい。で、それ、で、この5つありますんで、1つずつ解説します的な感じなんですけど、勢いで転職先を決めないことっていうのから H の今度3ですね。で、1つずつこう書いていく。 えー、で、まあ、体験談もあった方がいいかなと思ったんで、体験談ここに入れようかな本文はまだ書かないんですよ。今やってるのは、ちょっと、あの、 ごっちゃにならないようにもう一回、今ちょっと画面戻しましたけど、記事設計というのは、要は設計図を作ってるという感じなので、こういう感じの大枠を、記事の大枠はこんな感じにしようというものを決めるのが記事設計なんですけど、記事設計を今やってるという感じです、ね。それちょうどいいのがこの見出しというものなんで、目次ですね、見出し。これを使ってやってですね、えー、と設定していくことで記事設計ができていくかなという感じですね。 はい。で、二番目はこれで、えー、っと、体験談、これも俺あったなーとか。まあ一応これ体験談って、ごめんなさいね、前後して申し訳ないんですけど、あの、僕の体、えー、っと、体験談、失敗経験、転職の失敗経験から記事を書いてたりするんで、僕の体験談は有益かなと思ったんで、体験談もちょいちょい入れてるって感じですね。で、三つ目の H の三。えー、これが、えー、っと、さらに深掘りの H の四ですね。で、体験談も入れとこう。四つ目、手に職がつ,つく仕事がいいよ。 で、体験談ここも入れとこう。で、必ず面接の練習をしましょうねとかですね。あと退職したら保険等年金の手続きが、先に退職したらか、保険等年金の手続きが必要ですよとか。で、次の H の2。万が一転職に失敗した場合の対処法はこうですよって言って、これも同じく H の3とかでこう設定しておく感じですね。で、最後の H の2ですね。人生のん、転職は人生の遠回りじゃない、むしろ近道ってありますけど、この辺もこういうふうに記事を設計しておくと。 見出しを決めておくっていう感じですね、えー、ここまででですね、えー、ここまでを1時間半くらいかける、まあ。キーワードリサーチとライバルサイトリサーチ、えー、記事設計までは1時間半くらいかけて OK です、えー。僕の場合は記事は大体3時間くらいで書き上がります。WordPress に入稿して、えー、とを公開ボタンを押すまでですね、それで大体最初から公開ボタンを押すまでで3時間くらいかかるんですけど、えーと、そのうち半分ですね、半分は記事設計に時間を当ててます。この3つの内容ですね。 えっと、本文を書くこと自体が一番時間かけた方がいいんじゃないかと思われるかもしれないんですけど、本文を書くっていうのは、ぶっちゃけっていうと、あの、この設計した間をただ埋めていく作業、清書していく作業、肉付けしていく作業っていうだけなんで、ぶっちゃけ楽勝なんですね。文章を書くの自体は1時間もかかりません。ので、それは、えっ、ー、と、記事設計をしっかりやっとくから後が楽になる。そういう感じですね。なので、記事設計に時間をかけといた方が、結果的には早く終わるっていうのが結論かなと思いますんで、これはやっといた方がいいと思います。ごめんなさい。ちょっと長々喋っちゃいました。 じゃあ3つ目ですね。主張理由具体例の理由だけメモしておきましょう。なぜかというと、理由だけ書いておけば主張と具体例は書きやすいからですね。はいえー、と主張理由具体例というのはですね、これはまあライティングの基礎なんですけど、基本的には主張理由具体例の順番で書くと割と説得力のある文章が書けるっていう、もうほぼ文章を書く方ですんで、このままやった方が、えー、慣れないうちはこのままやった方が、えー、いいと思いますで。具体的にどういう感じかというと、この記事設計の段階で、ここですね。えー、主張理由具体例というふうにこう、なんかこう。 書いておいて、で理由だけ一応さっとメモでメモ程度に書いておくんです。例えば転職で気をつけることを1つ目勢いで転職先を決めないこと。なんでか失敗しやすいから。 ですね。えー、ってやっとくと、あのー、主張とか具体例、あとでこれ、あの前後足せばいいだけなんで、ぶっちゃけ楽なんですよね。主張、理由、具体例の中で一番重要なのは理由です。完全に理由です。なんでかっていうと、理由がないと説得力がないからですね。なので、理由を絶対、えー、理由が一番重要なポイント、えー、なんですけれども、なんで、理由だけ先に書いとくと。えっ、ー、と、条件だけで転職を選ば、転職先を選ばないこと。なぜなら、えっ、ー、と、仕事自体は好きになれず続かないからとかですね。 自分に向いてる仕事を選ぶこと、なぜなら理、向いてる仕事は長続きするから。まあ、こんな感じで理由だけ書いておくと、後が楽、あの、書くのがすごく楽になります。えー、具体例はメモ程度に書いておいても OK ですね。まあ、今ちょっと書いてないんですけど、あの、ここの具体例の部分とかも、あの、書けるんだったら先に書いておくと、後が楽っていう感じですね。例えばこれですね。勢いで転職先決めないことっていうのなんですけど、今お見せしたのの。 これかな勢いで転職先決めないこと、なぜなら失敗しやすいからっていうの。これあの、出来上がったものはこれですね。なぜなら失敗しやすいからってありますよね。はい。で、えー、具体例はこれっていう,いう感じなんですけど、この辺なんかも先にメモっといても OK と。そういう感じですね。はい。じゃあ、四つ目行きましょう、えーと。関連キーワードを入れるのは、あ,あとでも、 OK です。えっ、ー、と、関連キーワードを気にしながら書くとぶっちゃけすげえ時間かかっちゃうんで、後から見出しとかディスクリプションに関連キーワード入れればもういいかなと僕は、えー、思っています。関連キーワードっていうのは先ほどちょっとお伝えした通り、これですね。えっ、ー、と、これメインのキーワードは転職気をつけることなんですけど、転職面接気をつけることとか、転職気をつけること保険とか、えー、こういう関連のキーワードがありますんで、えっ、ー、と、一回全部本文書き終わっちゃって記事設計をしたら、えっ、ー、と、最終的にこういう風な文章をこう書いていく。 わけなんですけれども、あとで、この見出しの中とか、あとはディスクリプションですね。この中に、えっ、ー、と、これ入れれば、まあいいかなっていうふうに思います。えー、入れてあったかなあのー僕、必ず、ま、できれば入れた方がいいんですけど、あまりに不自然になるなら入れない方がいいかなっていうのが、まあ個人的な感想かなと思っていまして、えー、例えばこ、面接っていうのはここに入ってますね。面接っていうのはここに入ってます。これの 転職面接気をつけること。あと、保険ってありますんで、保険はここですかね。ここに保険っていう文字が入ってますね。こういうのもぶっちゃけ後からでも OK ですよっていうか、まあ先入れられるんだったら別にそれでもいいんですけど、後からでも OK という感じですね。 はい、えー。じゃあ最後5つ目ですね。中途半端なところで休憩を入れましょう。霧りがいいところで休憩に入ると復活に時間がかかるからですね。えっ、ー、と、先ほど最初の方にお見せしました僕の1日のスケジュールなんですけど、えっ、ー、と、実はこのスケジュールをこなす上で一番重要なポイントというか一番のコツはここと、 えー、ここですね、えー。これですね。この次の記事に手をかけてから朝食とか、次の記事に手をかけてから買い物、まあ、もしくは休憩とかですよね。えー、そういうふうに、次の記事に手をかけてから休むって、休憩に入るっていうことをしないとですね、あのー、よし、じゃあ、例えば、二記事めやるかっていう時っていうのが一番エンジンが、何、えー、て言うの、エンジンがっていうか、そのパワーが必要じゃないですか。その、やり始める前が一番、 辛いですよね。しんどいんですよ。です。あの、勉強とか。 と一緒ですよね。勉強とか筋トレとかと一緒かなと思って、やり始める前が一番しんどいっていうのがあるんで、先に手をかけてから休憩すると、やっぱ、あの、気になるじゃないですか。すごく中途半端なところで仕事やめてるんで、あ,あれ、あどうしようかなとかっていうふうに頭の中には少し残りつつ休憩してるんで、こういうふうにして、霧が、あえてですよ。あえて霧が悪いところで休憩することによって、えー、割かし早く戻ってこれる。霧がいいとこまでやっちゃうから戻ってこれなくなるっていうのがあると思います。 でこれはですね結構重要な一、あのー、日1万文字書くんだったら重要なスキルかなと思ってますこれはあのメンタリスト DAIGO さんの YouTube 見てなるほどと思って僕もやり始めたらかなり良かったという感じなんで是非、えー、やれる方はやってみてください はい。ということで、えっ、ー、と、以上で今日の動画は終わりにしようと思います。えっ、ー、と、1日1万文字書く5つのコツですね。一応もう一回まとめておきます。まあ、ライバルサイトリサーチは深追いをしないこと。時間かかるんでやめた方がいいですね。キーワードリサーチからキー設計に時間をかけましょう。ここに時間をかけるからこそ、後がどん、あの、すごく早く終わるので、結果的に急がば回れじゃないんですけど、早く書き終わることができるということです。個人的にはこの2番が一番重要だと思っています。 はい。それから3番ですね。視聴理由具体例の理由だけメモしておきましょう。4番、関連キーワードを入れるのは後でも OK ですよ。で、5番目、中途半端なところで休憩を入れましょう。これやると1日1万文字書けるようになりますので、よかったらやってみてください。ということで今日の動画は以上で終わりにします。僕の YouTube チャンネルではこんな感じで、ウェブライターについて、ブログについて、SEO について、営業についてなんかを解説している YouTube チャンネルとなっております。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あと、ブログとツイッターやってますので、えっ、ー、と、概要欄に UR l 貼っときますから、よかったら見てみてください。ブログっていうのはですね、今お見せし えっ、ー、と、YouTube じゃねえや、なんだっけ。えっ、ー、と、Twitter でですね、記事公開しました、みたいなことをつぶやいてたりしますんで、あと Twitter ではですね、あのー、その、ライティングのスキルとか技術的なこととかのつぶやきもかなり、えー、やっておりますので、あのー、なんか勉強したいという方はぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。ということで、今日の動画は以上で終わります。バイバーイ。